皆さんこんにちはことふみですいつもご視聴ありがとうございますトランプ前大統領の声明をご紹介します2022年2月8日梅田政権は現在不代入れに関する陰謀説が祖国にとって最大の脅威であると述べています国土安全保障省はスイングエスでの大規模な 代理人不代入れのテープ上の反駁できない証拠を陰謀説のリストに含めていますか不代入れ者よりも多くの札が含まれていますかまた G 州では何千もの重複札がスキャンされ上梅田の100対0の偽造不代入れ数で不正札が行われたという事実はありますか W 州には違法である不代入れ ID を表示せずに不代入れされた 不代入マージンの2倍以上またはナーシングホームで発見された広範な詐欺が含まれていますかまたは A 州のその住所に住んでいない人がいて P 郡の境内で郵便不代理率が100%を超えていたにもかかわらず2万3344通の郵便不代理率がどのようにカウントされたか多くの憲法違反そして 私たちの不代でをハイジャックするために Facebook の CEO によってスイング S に注がれた何百万もについてはどうですか梅田政権は2020年の母性ラビで起こった大規模な不正や不正不代でから目を離させるために何でもします彼らは道の場所から何百万人もの人々が 私たちの国に注いでいる国境に焦点を当てるべきなのに代わりに DHS を使用してテロリストとして自国民を追いかけるような馬鹿げたことをしてでさえもです彼らは真実を隠すのに必死彼らはそれについて話す人々を犯罪者にしています2月8日クリスティ・ノーム知事の指示クリスティ・ノームはサウス・ダコタ州知事として素晴らしい仕事をしてきました 彼女は国境、憲法修正第2条、土地とエネルギーの支配、医学的自由の保護に強く、流行り伝染病の間、サウスタコタを開いたままにしました。彼女は、私たちの偉大な法執行機関、軍隊、私たちの素晴らしい退役軍人を完全にサポートし、サウスタコタ州の素晴らしい人々のための戦士です。クリスティは、私の完全で全幅の支持を持っています。 2月8日、チム・ジョーダン会議員の本は非常にうまくいっています。やると言ったことをやろう。沼地の自由のために戦うというタイトルの本を入手してください。素晴らしいですよ。2月8日、ICYMI、ディネシュ・ドソウサの次の映画2000ミュール。信じられないほどすごいです。 ここで予告編をご覧ください。2月9日、会員議員エリーゼ・ステファニックの指示下院共和党議長である下院議員のエリーゼ・ステファニックは、ニューヨークのために素晴らしい仕事をしています。エリーゼは私たちのアメリカファーストムーブメントの最も偉大な選手の一人です。彼女はアダム・シフティ・ウサンクサイシフ、堕落したクオモ、 イカレタ狂にリズ・チェーニーを破壊しました現在、彼女は新しいニューヨーク21地区のモンゴメリー、レンセリア、ショーハリー、オネイダ、オスベゴ、オチェゴなどを含む多くの軍、すべてのビッグトランプ州ですがそれを代表することになりますエリージェは引き続き私たちの運動を激しく擁護し極左の嘘を暴きます 彼女は不代入の完全性、憲法修正第二条、退役軍人、農民、軍隊、ニューヨークの法執行に非常に強いです。エリーゼは、私の完全かつ全幅なる支持を持っています。2月9日、下院議員クラウディ・アテニーの支持。クラウディア・アテニーは、サザンティアの素晴らしい代表であり、素晴らしい下院議員です。 彼女は犯罪に強く、私たちの国境、憲法修正第2条を確保し、私たちの素晴らしい退役軍人と軍隊のために常に戦うでしょう。クラウディアは、私の完全かつ全幅の支持を持っています。彼女はサザンティア、ニューヨーク西部、そしてニューヨーク23全体で、私たちのアメリカファーストアジェンダのために戦い続けます。2月9日、ミッチマ・コーネルは 共和党を代表しておらずその有権者の大多数の見解を代表してもいません彼は彼の構成員のために米国史上最も不正なアフライレを止めるために何もしませんでしたそして彼は無法な梅田政権私たちの国境の侵略インフレの高まり違憲の義務命令性的の迫害無能なアフガニスタンの撤退が明らかになったという事実 私たちのエネルギー自立の放棄などなどを止めるために何もしていませんそれらはすべて不正な不代入によって引き起こされたものですその代わり彼は求心的な左翼とライノを助けています民主党がもし同じような立場になったとしたら行ったであろうようにミッチが不代入れのために戦っていたとしたら今話したようなことはいずれについても話し合うことはなく 私たちの国は弱くて恥ずかしいものではなくて、強く誇りに満ちたものだったでしょう。以上、ここまでです。ありがとうございました。それではまた。